はい、じゃあよろしくお願いします。今回は受験対策動画図形丸6をお送りします。で、まあ、個人的にすごい久々にこの受験対策動画撮ってるんですが、まあ、いつも通りね、ここに画面には問題載ってますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、この後ですね、この問題、まあ、こと画面をね、後ろにブワッてズームアウトした後に問題外して解説やっていきます。で、その時問題を見ながら、これ外してしまうので問題が見ることができないので、問題を見ながら解説を聞きたい方は別画面で、そのね、この画面映ってる画面と別画面で見てもらうか、問題を映すか、ちょっとうまく対応してね、やってみてください。ではズームアウトしていきましょう。ちょっとアウトしますね。あ久々にやったら行き過ぎた。ちょっとこの辺でいいかな。よし、じゃあ問題外して解説やっていきましょう。で、今日ね、2015年の5月21日に撮影してるんですけど、多分1年以上ぶりかな、受験対策動画やるのはね。で、あの前ね、ダラダラジオっていうのを撮っていて、それでも話したんですが、公立高校、まあ、公立高校の入試で出てくる問題、実際につく出てきた問題をよくね、取り上げていくようにします。だからめちゃくちゃ難問ではないんですが、今回に関しては中学3年生になったばかりでもできます。中2の勉強、中2の知識までしか入っていないので、まあ、それをね、使ってやってみてください。よし、じゃあ行きましょう。まず1番からですね。で、四角形 ABCD があって、 AB が7センチ、BC が4センチなので、まあ、書いておきましょう。ここ7で、ここが4ですね。で、AB を軸として1回転させてできる立体、まあ、回転体ですよね。つまりちょっと伸ばしますけど、ここを軸にしてくる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 回転させると。で、その時にできる立体の表面積を求める。正しい円周率は π とすると。で、まず第一に大事なのが、そこ軸にしてぐるっと回したら何ができるか。これはこのいう平面をくる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 回していくと、さあこれ久々にフリーハンド、あ、ちょっと高さが足りなかったな。これね、円柱ができます。これはね、必ず覚えましょう。これをぐるぐる回したら円柱ができる。いいね。で、今4と7がどこに対応してるかっていうと、ちょっと左きついから右に行っていい？ここ7だね。多分これはイメージしやすい。このまま回してるから、もともとここが7だったらここも7になるね、ぐるぐる回しても。で、4は気をつけなきゃいけなくって、4は下の円の半径ね、全部が4じゃない。いい？もともとちょっと色変えようか。この部分に ABCD があったの。それをぐる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 回してるので、ここが4ね。で、これが体積だったらね、簡単に求められるんですよね。底面積、円のね、面積かける高さで出せるからさ。ただ表面積になってるので、じゃあ今度これが回したら円柱になることが分かったと。じゃあこの円柱の表面積どう出すかっていう、そこにつなげていく知識をね。で、円柱の表面積もこれは覚えよう。まあ、フリーハンドでね、構いませんので、横に長い長方形の上と下に円がくっついてるんです。これが展開図になります。いい？で、展開図変えた方が分かりやすいです、基本的には。いいね。で、これはまず上と下、まあ蓋の部分、上の部分と下の部分がこの2個の円ね、こうやってパコってなって、パコって、で、横のぐるってなったやつを一箇所スパンって切って広げたら、こうやって長方形になる感じ。いいかい？で、表面積だから、結局、この円の面積、この円の面積、この長方形の面積を出せれば、もう勝負ありなわけですよ。で、どう出すか。まず円から行くと、円は半径4って分かってるでしょ？上も下ももちろん同じです、円は。だから、円っていうのは半径かける半径かける π です。いいね、半径だよ。だから、4×4×π で解けるので、ここ 16π です。で、もちろんここも 16π です。面積ね。ここはもう楽勝なわけですよ。で、問題が長方形で、長方形っていうのは、まあ縦かける横でしょ？で、縦は、ここ7です。もともと7だから、スパンって切って広げただけだから同じく7になる。で、問題が横なの。ここ。で、これもね、すごく有名なやり方なんで覚えましょう。ここの横の長さ、これは
ここの円周と同じになります。なぜなら組み立てた時ここの円周とここピレキピレって言ってきれいにくっつくから、こうやってだから長さ同じなんだよね。で円周っていうのは直径かける π です。いや直径かける π だから今半径4なんで直径8ね。直径8かける π だからここは 8π なの。つまりここも 8π なのってことが分かれば 8π、 あ、ちょっと待って、縦が7か、 7× 横の 8π、 7×8π なんで8756ね、 56π ってことが分かります。で最後に 16π と 56π と 16π 全部ね足してあげればいいからこれは入るかな、ちょっと待ってね、書いてから確認しようか。あ、入ってるね。 16π 足す 56π 足す 16π 16足す32やから88か、 88π で一応センチメートルもともと指定されてるから、これ面積だから2ね、平方センチメートルと。いいかな、こんな感じで解いてください。で次2番いきましょう。で次ね、ちょっと色交互にやろうと思ったんだけど、ここちょっとくっつきすぎたんで、こっち赤にしてこっち青にしようかな。ごめんね、あのね、久々に撮り始めてるんですけど、今風邪ひいててちょっと咳出て申し訳ないんですが、で次が、正五角形なんですね。 ABCDE がこれね、フリーハンドなんでちょっと汚いですけど、ごめんね、ことがへこんでるんですけど、これ正五角形です。であとは L と M、 ここが平行か、ちょっと一応書いておこうか、平行で、その時56度だけのヒントで各 X を求めようと、ね、こっからここまで飛ばしてくるっていうタイプの問題で、これね、公立高校の入試を使ってるんですけど、答えしかわからないので途中の、ね、計算方法はわからないんですよ。で角度に関しては基本的に解ければ OK です。解き方っていうのは一通りではないので、ね、2通り3通りあるから、あ、やり方違うんだけどという方でも答えが一致してれば大丈夫だからね、まあ、一応2つぐらい説明しようとは思ってるんですけど、で今回のポイントはやっぱり正五角形です。なんでわざわざ正をつけてるかっていう話なんですよ。で正五角形、まあ、正六角形でもいいですけど、正がついてればここも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 全部角度出すことができます、正がつければ。でどうやるか、やるかって言ってた、やるかっていうと、まあ正がなくてもいいんだけど、正五角形のこれ中2でやったやつね、内角の和です。まあ1個ね、暗算で覚えてる方もいると思いますけど、内角の和の出し方で、内角の和っていうのはこの中身ね全部足した時の和です、の出し方は180 N-2 が公式です。で N っていうのは何角形の数字、つまり5だよね、今五角形だから、つまり180かける5-2、5-2は3だから 180×3 です。つまりこれ540になります。これが五角形の内角の和なのね。今正つけてますけど、で正がつくってことは全部同じなんだよ、角度で全部で540やから、それを5で配ればいいでしょ。つまり540÷5 を捨て、これ108なんだけど、これが1個の角度になります。108ちょっと全部書くとごちゃごちゃするんで2箇所に書かないけど、全部108度です。まあ一応変えとこうか。上がギリなんだよね、ちょっとサボっていい、ここもね108度とでまずこれに気づくかどうかね、わざわざ正ってつけてくれてるからね。でこっからやり方ね、何通りかあるんだけど、まあ自分だったら正五角形の情報は使ったでしょ。じゃあもう一個、なんでわざわざ平行って書いてるか、それは平行の、まあ、同位角とか錯覚を使うからなんだよね。使わないんだったら書かないから、問題作った人だから書いてくれてるので、例えばここ伸ばしてみようか、こっちのは簡単だと思うんだけど、ここを伸ばしてみる。そうするとここ56でしょ、つまりここ56です。なぜなら平行で左上と左上同位角だから56が映ってくる、下に。
いいね。で、しかもここ108って分かってるから108のお隣さんを出すとき、いいね、まっすぐなってるお隣さんを出すときは180から引けばいいでしょ。で、180から108引けばここ72になる。で、56、72、ここの三角形ね、ここ2つ角度分かってるから、まあ、ここも出すことができると。ここで、56と72を足すと、うん、128で、三角形やから180から128を引き算すると52になると。で、こことここちょっとくっつけようか。ここくっつけると108と52を足し算すればいいでしょ。で、足し算するとこれ160です。で、最後 x は160のお隣さんにいるから180-160で x は20度と、ね、こうやって出すことができます。で、最初にも言いましたけど、一通りじゃないです、この解き方に関しては。例えば、どこにしようかな。ここ56って分かったでしょ、ここ108って分かったでしょ。で、この上の三角形、これちょっと色変えてみようかごめんね、席ばっかりしてて。56と108やると三角形だから、ここの角度分かるんだよね。56と108で、164で180、三角形だからね。180から164を引き算するとここ16度になります。16度で、16度って分かるから108から16を引いてここも出すことができる。ここがで92度。ここまで合ってるかな、俺こっちで解いたっけ。あ、大丈夫だね。で、そうするとね、ちょっと伸ばすよ、ここ。ここ伸ばすと92とここ92で同じです。これも平行で、右下と右下で同位角だからね。で、92って分かって、そのお隣さんでここが出すことができると。これが88かな、ん、合ってるね、188で、108がここ出てて、そのお隣さんだからここも出すことができる。これ72だよね。で、最後三角形だから88と72足して160、さっきの同じだね、180から160引いて x みたいな、まあ、どっちでもいいです。多分他もある、いっぱい解き方、もっと簡単なのもあると思うんですけど、まあ、一応ね、自分は今回、まあ、右のやり方で俺は赤でやりましたけど、まあ、こんな感じでぜひやってみてください。で、ラストですね。ラストは、まあ、問題にあった展開図、それを組み立てると。で、それ立方体、つまりサイコロみたいな形の展開図を組み立てた時に、面、あと垂直になる面を1から下から全て選ぼうという問題です。で、これね、問題取り掛かる前に、あの面の垂直な面をちょっと復習していいですか。で、立方体探したかったんですけど、家の中にね、立方体がなかった。許して、これね、プリンターのインクね。で、これ使うんですけど、ちょっと立方体っぽくないけど許してね。これ面、例えば今上があだとします、ここで、ここと垂直な面っていうのは横全部です。ここもそうだし、ここもそうだし、ここもそうだし、ここもそうです。上と垂直、いいかな。平行って言われたらこことここね、関係としては。例えばこことここも平行だけど、いいかな、まあ、そんな感じ、垂直っていうのは。で、それさえ分かれば、あとは組み立てるだけなんだよ、その展開図になってるの。で、これね、組み立て方っていろいろあるんですけど、俺がよく使ってるのは、今回問題がね、面が、あ、い、う、え、お、かとなってるじゃん。あ、い、う、え、お、かって。で、真ん中あたりあるやつを下に持ってくるんです。どういうことかっていうと、あからスタートすると考えづらいんだよ。隣で隣でどんどん離れていっちゃうから。でも、隣がいっぱいある方が楽なので、うとかえからスタートすると楽です。基本的には。こう、くっついてるものがいっぱいあるところ。で、俺今回、うからスタートするんですけど、あ、い、うのここね。で、そこを下って固定するの。これどこでもいいです、固定は。どこでもいいんですけど、今回俺は下で固定します。つまり、ここがうなの。下が。で、これね、問題とぜひちょっと見比べながら聞いてね。多分これだけ見てると意味わかんなくなっちゃうんで。で、うが下にあるでしょ。ちょっとイメージしてね。で、展開図の時にうの上にいがあったんです。だから、こう持ってくると、いはこうやって奥で折ることができる。いいかい？いとうってなってて、こう平面に持ってったら、いをこう折り曲げてくる。だから、奥、ここがいになります。ちょっと一応変えとこうか。奥がいです。
ていうか、うからスタートして、いがあったからね、こうやって。で、折り曲げてきたと。で、次に、あも行きます。最初、う、いで、あがここにありました。こう来て、こう折り曲げたから、こう折り曲げれば、一個ちょっとね、ややこしいですけど、いがこう来て、あもくっついて出てくるからね。こう起き上がって、あをこっちに折ることによって、あがここに来ます。ちょっとこれは塗ろう。あが主役だからね、今回。ここまで塗る必要なかったかな。まあいいか。あが左に来ると。で、左側の、ごめんね。うがスタートして、いとあは上のね、終わったんで、次右に行こうと。で、詰まった。最初にうがあったでしょ。で、えが右にくっついてるじゃんか。で、こうやってえを起こしてくればいいから、えがひ、あと右側になります。ここにえが来る。で、実は、ここまで来たらもう終わりなんです。やんなくていいやと、音か、実は。で、なんでやんなくていいかっていうと、さっきも言ったように、ごめんね、返してきた水がなくなりました。で、これあったでしょ？さっきも言ったようにね、ここがもしあだとします。いい？垂直なのは横です、全部。こっちもそう。言い換えれば、逆の平行である、ここ以外全部そうなんだよ。あだったらね、ここ以外全部垂直になる。今、あがここにあるでしょ？反対側が、えって分かったから、もうこの時点で。じゃあ、え以外全部答えでしょっていいんだよ、本当は。いいかな？だから先答え書いてしまうと、え以外だから、これは、面って聞かれてるから、面書いた方がいいね。これね。答えは、面、い。で、一応、全部面つけなくて、まあいい、つけようか。面、う。で、えはダメだから、面を、そして結局赤で書いちゃったね、全部ね。面かと。まあ、A 以外全部ですね。これが答えになります。いいかな、まあ、こんな感じで、まあ、展開図を組み立てるときは、俺は真ん中ぐらいからスタートすると、やりやすいかなと思ってるんですけど、いいね、まあ、そんな感じでこう組み立ててやっていただけるといいですね。で、まあ、せっかくだから、残りも、おとかも言っとこうか。で、うとえがこうあった方か。こうあって、こう組み立ててきたでしょ。で、今、ちょっともうちょっとね、先までイメージすると、うとえとおが横になられるの。うとえとおがね。で、全部、これおね。こう来て、えがこう来た時におもくっついてくるから、おがまたこっち上に振りかかる、こうやって。つまり、組み立てるとおが上になります。で、かは一番遠くて考えづらいんだけど、一番残り物でいいでしょ。だから手前がかになると。いった感じ。組み立てるとね。まあ、これは本当公立高校ので答えしか載ってないパターンで途中式ないので、完全に俺が解いたっていう、こう解きましたよっていうものなので、もっとね、簡単なやり方とかあると思うんですが、まあ、少し参考になったら嬉しく思います。では、今回は受験対策動画図形丸6をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回はちょっとね、いつになるかわかりませんが、またね、この引き続きやっていきますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。